筋肉マン筋肉マン、筋肉マン正義超人 VS 古代、超人筋肉マンたちが行った、イースター島の、モアイ筋肉マン正義超人 VS 古代超人は、ゆで卵の漫画を原作とするアニメ、筋肉マンの劇場版、第3作。1985年3月15日に、東映漫画祭りで公開された。上映時間は45分。観客動員数204万人。 時系列は黄金のマスク編の後だが、前作と異なり、原作をベースとしていない完全オリジナルの展開となっている。また、作中、正義超人は、サタンキングの地球征服を阻止するために生まれてきて、これまでの戦いは、サタンキングらとの戦いの準備でしかなかったと、敵キャラクターの巨悪としての演出がなされている。本作を含む、東映漫画、祭りでは、 特別鑑賞券の購入特典として、キントンゲームがプレゼントされた。これは、キンマン、バッファローマン、サタンキング、ストーンサタンの紙人形を切り抜いて、トントン相撲の要領で遊ぶものだった。なお、前2作までの、東映マークの BGM は、波音だったが、本作以降は、風戸信介作曲のオリジナル BGM が使用された。黄金のマスク編にて、 悪魔将軍を撃破し、地球の正義を守り抜いたキンマン。正義超人協会や世界各国からの謝礼で、恋人の二階堂マリア幼稚園児たちと共に、イースター島の見物に来ていた。同じ頃、仲間の正義超人たちもそれぞれ思い思いに過ごしていた。しかしそこに地震が起き巨大な建造物が出現。筋肉マンらのもとに、宇宙の悪の支配者、サタンキングの部下、 古代超人軍団が現れる。仲間の正義超人たちが奮闘するもの,の筋肉マンは、子供たちが気になり苦戦していたが、バッファーローマンの手により助けられる。辛くも、古代超人軍団を撃破した正義超人たちだったが、サタンキングは子供たちをさらい、正義超人に再び戦いを挑む。高一少年ひまわり幼稚園に通う車椅子の少年。実は、 足は感知しているものの、まだ歩けないと思い込んでいる。その時、筋肉マンに無理やり歩かされそうになったため、筋肉マンのことを嫌うようになった。その不信感から、筋肉マンの実力も疑問視しており、筋肉マンがストーンサタンに敗れ、バッファローマンが代わりに倒した様子を見て、その疑念は決定的なものになってしまう。しかし最後は、 キンマンが自分たちを必死に救い出したことと、サタンキングに勝利したことにより、彼を宇宙一強い超人と称え、さらに筋肉マンに駆け寄った際歩けるようになっていた。イエティヒマラヤで崖に引っかかっていたキンマンを救出した生物、メスであり、筋肉マンに求婚していた。地球に正義超人が集まることを予想し、大昔より、 地球の古代の建造物に潜伏していた超人たち。悪魔六騎士は彼らの部下の部下でしかないという。ヒマラヤの中原にあるサタンタワーを根城にしている。劇場版パンフレットに記載された組織図、悪魔超人海大系図によると頂点がサタンキングであり、その背下に古代超人軍団、劇場版第2作、筋肉マンを暴れ。 正義超人に登場したブラック軍団。さらにその下に、第一作、筋肉マンに登場した、宇宙地下プロレス連盟、テレビスペシャル、筋肉マン決戦。七人の正義超人 VS 宇宙や武士に登場した、宇宙や武士軍団を配下としている。古代超人の名は、作中呼称されていない。原作でも、同じ名称が登場している。サタンキング出身地、宇宙超人強度 1800万パワー宇宙の悪の支配者。宇宙の大魔王の異名を取る。地球上に正義超人たちが集まることを予想し、大昔から部下たちを地球に密かに送り込んでいた。委員長によれば、サタンキングと戦うために、正義超人たちは今日まで戦ってきたと、豪語するほどの存在。狡猾な手段を好み、子供を人質に、正義超人軍団に戦いを挑む。 バッファローマンを電撃の罠とベアハックで倒すが、最後は筋肉マンと一気打ちになり、壮絶技の掛け合いの末、筋肉ドライバーで宇宙船に叩きつけられ、宇宙船もろとも爆死した。異名の割には、筋肉マンを前にしてギャグに走ることが多く、ほぼ同レベルのコミカルなやりとりを行うなど、ギャグキャラクターの度合いが強く描かれていた。得意技は、 大津波や吹雪を起こす、サタンを打つ派、サタンブリザード、目からの光線、サタンサンダーなど。決着の寸前、筋肉との技の掛け合いでは、筋肉バスターも使用していた。ストーンサタンモアイが、モチーフの古代超人、イースター島より出現。古代超人の中では一番早く目覚めた。部下を消しかけて、筋肉マンを相手に有利に戦うが、駆けつけた。 バッファローマンのハリケーンミキサーで倒された。ザウルスサタン恐竜がモチーフの古代超人。メキシコ南部パレンケの遺跡より出現。テリーマンと戦う。カーフブランディングによって粉砕された。コンドルサタンコンドルの体を持った古代超人。ナスカ高原より出現。ロビンマスクと戦う。タワーブリッジによって撃破された。ガンサタン出身地、宇宙超人強度。 95万パワー一つ目の姿を、下超人。サハラのタッシリさんより出現。ウォーズマンと戦う。サタンタワーの戦いでは部下ごとスクリュードライバーを受け敗北。上手サタンハン魚人の姿をした古代超人。大西洋の深海より出現。アトランティス大陸を探索中のブロッケンジュニアと戦う。サタンタワーの戦いでは、ベルリンの赤い雨で劣勢に追い込まれたが、 最後にブロッケンジュニアを道連れにする。しかし敗北したらしくブロッケンジュニアは生還を果たしていた。コブラサタン出身地、宇宙超人強度92万パワーヘビの姿をした古代超人、ムー帝国より出現。ラーメンマンと戦う。サタンタワーの戦いでは一本橋の上で戦う。ラーメンマンにヌンチャク型の爆弾を投げつけるが、フライングレグラリアートで破れる。 この時のラーメンマンもヌンチャクを使っており珍しいシーンとなっている。ハニワ・サタン出身地、宇宙超人郷土、85万パワーハニワと名乗るが、実際は土偶がモチーフ。青森県の博物館に展示されていた、社交土偶より変身。リキシマンと戦う。サタンタワーの戦いでは、リキシマンに槍を投げつける重傷を負わせるが、ルービックキューブ張り手を喰らい敗北。 最後に爆弾のトラップで道連れにしようとしたが、力士マンは生還を果たしていた。サタンプリンス出身地、宇宙超人強度、65万パワーサタンキングの合令で一斉に突撃していった古代、超人戦闘員の総称。筋肉マンのヘで会えなく全滅した。ウコン三世劇場版第一作より登場する、ウコン一族の子孫。次回作、筋肉マン逆襲。 宇宙隠れ超人に登場する、ウコンジュニアの父親でもある。サタンプリンスに紛れて突撃するが、キンマンの手で会えなく倒された。部下から、うんこ呼ばわりされたり、自分でうんこと書いたりするなどコミカルな面が強かった。オープニングテーマ、炎のキンマン歌、櫛田明、作詞、森幸之丞、作曲、芹沢宏明、編曲 奥圭一エンディングテーマ、筋肉万歩歌、神谷明、コオロギ73、シャインズ、作詞、作曲、森雪之丞、編曲、奥圭一、とんがり帽子のメモルのみ、TV ブローアップ版で、他はすべて劇場用新作。いずれも、東映ビデオより発売。1985年7月21日に発売。1985年邦が4社風切り配集。 ベスト作品、キネマ淳法1986年2月下旬号、キネマ旬報社、1986年128ページ、ストーリー EX 特別編ザ、ムービーザムービー、筋肉マン、筋肉マンコンプリート DVD ボックス、収録内容ガイド43ページ、アニメチラシ大カタログ放画版35ページ2000年、劇場版パンフレットより、 筋肉マン41巻、P123。原作では、正義、悪魔、完璧などそれぞれの属性の古代超人が存在していたことが明かされている。ABCDEFGHIJ、Nintendo GameCube ソフト、筋肉マン2よ新世代超人 VS 伝説超人、山本恵子、みんな声優になりたかった、神谷明と25人の声優たち、オプトコミュニケーションズ、 1994年1月6日、316ページ。ISBN4 から07から214333から2。ABDVD、筋肉マンザムービー解説書より。中山はじめ編、筋肉マンヒストリー、フィギュア王ナンバーワン19ワールドフォートプレス。2008年1月30日。 ISBN 978から4から84652701332ページ。ありがとうございます。